これ誰だ。あ、土曜日、土曜日。今日は母親の退院ということで、無事退院でした。無事退院でした。ステーキ買えばいいね。ステーキ、ステーキ買った。ステーキ、疲れて疲れた。あ、ここ鍵があるよ。鍵が。第2波はないよ。第2波はないやろ。103円。うお、減ってる減ってる。こう来てるね。こう来るね。もう100を切る明日。あ、今日土曜だからか。でも抗体がないとこの先不安だな。まあワクチンができればいいけど。ジョージア州は24日、人と人との距離を取ることや従業員の体温測定を行うことなどを条件に、美容院やボウリング場、スポーツジムなど一部の業種について営業を認め、経済活動が再開しました。1ヶ月ぶりに店を開いた美容院では、予約客のみに限定して美容師がマスクと手袋をつけてサービスに当たっていました。ジョージア州の保健当局によりますと、州内ではこの前に 22,491 人が新型コロナウイルスに感染し、899人が亡くなっていて、ま、コロナかどうかわからん、実際のところ誰も。県知事は、外出制限によって中小企業の経営や人々の雇用に深刻な影響が出ていると指摘し、今週からは映画館やレストランの営業も認めるとしています。正直なのは僕だけか。どうも。魚は ご飯ください。日本で暮らす外国人5人が感染拡大によって感じている課題について話し合いました。福岡県に住むベトナム出身の女性は、技能実習生の感染への不安の声。お母さん食べた？バリバリ。よかった。15人で一緒に生活しています。彼女の職場も住むところもどちらもサービスというところなのに、毎日今まで通り生活や仕事をしなければならないので、すごく心配です。また現金10万円が国籍を問わず給付される見通しになっていることに、一部から批判の声が上がったことなどについて。あ、どうもどうも。何これ、あっさりだね。なんかなかった、冷凍で。冷凍でなかった。肉買えばよかったのに。あ、わさびください。あ、ついてた。ベトナムやネパールなどから60人の留学生を受け入れる予定でしたが、キャンセルが相次ぎ、
つまみで。うん。つまみです。うん。もうさ、あんまり硬い。プレドニって、ステロイドやったんだ。ステロイドよ。知らんかった。今日読んだ本に書いてあった。ステロイドって言うてやれな。だから中からのステロイドと外からのストレート、うん、中からのストレートがすごく強い、69本が自分の収入が見込めず経営に支障を来ている。いやいや、私はステロイドのだからっていう、何回も言ったらよ。プレドニンだとは知らなかった。プレドニンよ、プレドニンのポイントよ。で最初6錠飲んだ、あのプレドニンをね、うん、で次4錠で、今日から2錠にだんだん減らしていくわけよ、うん、6、4、2とで明日が最後、もうプレドニン、もうそれ以上飲む、うん、やめてね、プレドニンは知らんかった、あえて避けてたから。あえてじゃない、僕半導体、もうお任せだったから医者にお任せ、2割にお任せ。外よりもむしろ中の方が重要なんだ。ご飯もください。ご飯はそれが定じゃ。それが寿司が。うん。もう早く食べた方がいいから。こうポテトと美味しいやろ、そうやって食べるさ。うん、美味しい。ね、ドイツ風で。ご飯ください。料理料理ってやると疲れるから。うん。僕も内服注射打ったことあるけどね、ステロイドの。ステロイドの注射。それが強力すぎたのは私は思ってる。うん。だから注射。そこがポイント。続いて、関東甲信越のニュースです。消防に入った連絡によりますと、今日外からのがね、いや外からのもだよ。消防などによりますと、20代の女性が怪我をして病院に運ばれ、手当てを受けているということです。東京都は今日都内で新たに103人が新型コロナウイルスに感染していることを確認して発表しました。それで急に辞めるとある。でも東京都は今日都内で新たに男女3人が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。辞めるときも注意です。103人のうちおよそ 59% に当たる61人が今のところ感染経路が分かっていないということです。これで都内で感染が確認されたのは11人の人数で100人を超え、うん、いい。もうほら、お母さんの疲れてるからあんまり取ったことはせんよ。うん、薬をさ、準備しとかねえから持ってかないかな。60代から90代の男女7人が死亡したことを明らかにしました。これで都内で死亡した感染者は合わせて100人となりました。
千葉県の障害者福祉施設で新型コロナウイルスの集団感染が発生したことを受けて、系列施設の施設長は障害のある人の家族などにオンラインで施設の管理を行いました。千葉県総務省町の障害者福祉施設北総育成園では、先月新型コロナウイルスの集団感染が発生し、これまでに利用者や職員など121人の感染が。一番美味しかったよ、その一番。今日は船橋市にある系列施設のビタミン C 隣和重施設長が事前の呼びかけで集まった全国の障害のある人の家族や福祉施設を運営する人などに対して、いいこともアルコールを飲んで寝たらいいんだその思いついたよ。この中で泉さんは今後施設の利用者が作ったあれ東大だったらどういう治療するかね、同じやん、東大だったら入れてくれんか、その前に入れてくれるよ、そうだよ。いや、入れんよ、この時期。知らんけど。東大はコロナ入れて入れてるの、いっぱい。入れてないだろ。だって他の人がいっぱいいるの、いるんだもんね。うん。そんな感染者の優先の部分じゃないかと。この女性の実家に繰り返し近づいたとして、東大病院に大丈夫だよ。いけるけど紹介が、うん、大学病院はね、いきなり行くと5000円いるの、うん、いきなり行くとね、うん、診療費の他に5000円いるの、検証会場があればいい、行けばよかったね、必要があれば行くよ。別に松浦のさんの松浦先生の言うことを聞かんでよ。いやね、糖尿とかそういうのはね、大体同じなんや、ここ大体あのあるね。で、私女子医大とどっち行こうかなと思ったらね、うん、松浦先生がね、女子医大とあんまりやることは変わらないと思いますよ。関東甲信は晴れ間もありますが、どうでもいい病気で、いや、どうでもいい病気っていうかね、一般広くみんなのための病院だから、そのプライマリーの医療なのよ。だからそこから必要な人はあなたはここに来てくださいとか。あんまり大学病院で邪魔せん方がいい、研究に支障が。だからそういう風にして、ちょっとここで手に負えないなと思ったら大学でもすぐ紹介して。ああ、そうそう、なんとかの専門病院っていうのがいい、うん、で大学病院でだけ腕を磨いたような先生が、なんとか専門病院に来た。